私たちぐうたら生活ね。おはようございます。寒くなって白湯を飲む季節になりました。本当はね、年中飲む方がいいんですけど、夏はやっぱり飲みたくなくなっちゃいますね。ダメよ。おっ、何どこげちゃった？シチューよ。何？大好きなレーズンパンですが、これは息子と主人の分です。主人の分だけあったかいうちにバターを乗せておきます。そしてこちらは昨日義母が作ってくれたシチューです。糖質が高いジャガイモは入ってないです。鶏肉じゃなくて牛肉が入ってました。そして、私は何を食べるかというと、後ろにあるサバとサラダと、ナスビ、野菜の肉巻きを食べました。よし。ここ、見て。キラキラキラ。うわ、松ぼっくり。好きなやつ。またこっちに。でしょ？松ぼっくりじゃん。ね、見て。あ、サンタさんじゃん、それ。見て。起きよう。ゆーちゃん待ってね。ゆーちゃんが自分で作り始めたね。落として。もうちゃダメよ。いいですよ。ちるさん、ゆうちゃんそれ食べちゃダメよ。いつも見て、るちゃん見てって。きのこ、あ、きのこあったね。じゃん、ゆうちゃんこっちは食べちゃダメ。どうかな、どんだけ変わったかな。大きくなったね。ね、あんや大きなったね。お、上手じゃん。上手。こそ。これが嫌なんですよね、これね。テナント用のツリーだから。ゆーちゃん入んないよ。この子噛むね。あ、来た。いやいや、やらないよ。痛いの嫌だもん。ゆーちゃん噛んじゃダメよ。できる。
ゆうちゃん噛んじゃダメよ、痛いよ。なるちゃん覚えたところがすごい。こちらは去年の息子のファーストクリスマスの足型と写真です。はい、お昼ご飯です。私は実は糖質制限をしていて、糖質を全く取らないわけではないんですけども、妊娠後期に入って糖質少なめの食事をしています。ちょっとね、カメラの設定を間違えて色がなんかセピア色になってるんですけど、気にしないでください。前菜に野菜をいっぱい取らなきゃ糖質が上がりやすいので、こんな感じで野菜とカジキマグロや、お肉と野菜とお豆腐のハンバーグなどをお昼にいただきました。この人参ドレッシングは無印購入品でご紹介したものです。そしてありがたいことに義母や主人が作ってくれたご飯になります。なぜね、パジャマで過ごす一日かと言いますと、最近ずっとこんな感じで、子宮口がもう開いちゃってですね、2センチぐらい開いてて、家で安静にって言われてるんですよね。生産期に入ればいいんですけども、今入院になっちゃうと息子もいて困っちゃうので、お料理とかもなるべく自分でしないで横になっているようにお医者様から言われていて、今こういった生活をしています。なので食べてすぐなのにソファーで横になってインスタを見たり、あと楽天ルームを見たりしています。楽天ルーム楽しくて最近ずっと開いてますね。主人と息子はお買い物に行ってくれています。私は届いた絵本を読んでいます。楽天ルームにこれも載せたんですけど、弟ができる息子と一緒に読みたくて買いました。これ感動しますね。とってもいい絵本だと思います。すごい寒いので、ノンカフェインのレモンジンジャーで温まることにしました。冬になるとね、レモンジンジャーすごい飲む確率が高くなります。猫ちゃんはね、賢いから熱いものにこれ以上近づかないですよね。よ、暑いよそれ。こんな感じでひたすら横になっています。ルチルも一緒に。私はすごい動きたい人なので結構辛いですよね、横にずっとなってるのって。でもね、家に入れるだけ幸せだなと思って。入院される方もねいらっしゃるから、次産婦人科に行った時に入院って言われたらどうしようって毎回ドキドキしてます。はい、すいません、またこっちのカメラがセピアみたいな色になっちゃってるんですけど、柿を食べようと思ったんですけど、結構ね今の時期の柿って甘いじゃないですか。甘いので無糖のヨーグルトと混ぜて食べてます。混ぜたら汚くなっちゃった。実はね、もうこの時点で2週間ぐらい家を出ていなくて、ストレス溜まりまくりで、スコーンを作り出しました。作りたくなっちゃって。でも、立ってる時間はたった5分。5分以内ですぐにできちゃう簡単スコーンです。特にね、今立っていてはダメなので、超雑に作っています。バナナの入れ方とかすごいひどい。腕また描いちゃいました。赤くなってるやつ。甘味料なしで
甘さはバナナだけ。主人の方には上にチョコレートを乗っけました。 iHub 購入品で紹介したチョコです。オーブン170度で予熱完了です。うわぁ、ちょっと小さめだったから、いつも25分だけど今回20分でやったんですけど、どうかな。エスプレッソを入れます。コーヒーは私の場合1日1杯ならいいよって言われているので、この1杯が私の楽しみです。弱火にして4分火にかけます。このビアレッティで作るエスプレッソに豆乳を入れて飲むのが本当に美味しくて幸せなんですよね。スコーンと一緒に飲みます。チョコバナナのは主人に、バナナのみのものを私と息子がって思ってたんですけど、チョコを選びました。しっとりしててすごく美味しい。うわーすごい。今回主人と息子でお買い物に行ってきてくれました。またこちらは動画にします。寝てるの？気持ちいいね。私たちぐーたら生活ね。私はなるべく横になっているためにこんな感じで寝ながら編集とアフレコをしています。なのでね、最近の動画アフレコで入れているものはいつもと声が違うと思います。すいません。今もこの体勢で編集アフレコしています。ありがとう。また無印から届きました。また無印週間で追加でネットで買い物しました。もう最近引きこもりだからネットのお買い物が止まらない。今楽天マラソンもやってるから楽天での買い物もやばいし、この無印購入品はリピート品も多いからあんまり見応えないかなと思って動画にしようか迷ってたんですけど、まあリピート品が多い分こういう風に使ってるよって感じで動画作ろうかなと思ってます。主人が晩ご飯にお鍋を作ってくれたんですけど、盛り付けがめちゃくちゃ女子力高い。本当にありがたいです。今日買った小松菜？そう。野菜炒め？これ何？違う、豚の軟骨。あ、軟骨？あの、この間のソープみたいにせえへんねや。あ、してる、するよ。あ、するの？再現してる。あ、こっから？そう。あと豆腐もめっちゃいい色なってる。なあ。うまいよ。これは明日からの食べるものの作り置きをしてくれています。
本当周りのみんなに助けられて生活していました。この動画が上がる頃にはね、もう生産期に入っているのかなと思いますので安心してください。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。